タロ散歩チャンネル。ということで、こんにちは、太郎でございます。本日2023年2月15日水曜日、ご覧の通り札幌は今日は結構雪が降っております。でですね、昨日2月14日はバレンタインデーで、なんかチョコとかもらえるかなとかっていうね、ほのかな期待を抱いていたんですけれども、よくよく考えたら私昨日は1日家で動画の編集をやっておりまして、そんなこととは無縁の生活を送っておりましたと言いたいところだったんですけどね。実は何日か前に、バレンタインの代わりにどうぞということで、まあまあな金額の、スパチャを実はいただいたんですよ。なもんで、その一発目としてまずは私こちらのゴディバでね、ちょっと美味しいものをいただきました。なんて名前だったかな、ゴディバの何だかっていうのをいただいたんですよ。800円ぐらいしましたけれども、そういうことで今日はちょっとバレンタインから1日遅れてしまったんですけれども、せっかくバレンタインということで、まあまあなスパチャをいただきましたので、そのスパチャを使いまして、ちょっと美味しいもの巡りとか、ちょっとしたですね、プチ贅沢でもこの札幌界隈やっていこうかなと思います。では本日も何卒よろしくお願いいたします。思い出しました、ショコリキサーというそういったメニューでした。なんかカカオの含有率パーセンテージからなんか選ぶことができて、私は50カカオ 50% を選ばせていただきました。美味しかった。でしかもね、ホイップクリーム増量無料でできますから、いかがですかということで、じゃあお願いしますということで、ホイップも増量して、とってもね、お口の中がね、ゴディバになってるんですよ、今。いいですね。せっかくバレンタインという名目でお金をいただいたんで、ちょっともう一品ぐらい甘いもんでも食べようかと思いまして、でちょっとこう雪が降ってるんですけれども、この雪の中、西6丁目のあたりまで行こうかなと思います。今我々が立っているのが西4丁目で、でこのこれ絵ですけれども、この赤レンガの道場があるのが西5丁目で、その脇あたりに行くと西6丁目にちょっとおしゃれなスイーツのお店があるので、そちらの方に行こうかなと思います。雪がすごいことになっちゃってるんですよね、今ね。この界隈も歩くの久しぶりですね。ここ中央警察署なんですけれども、建物自体はそんなに古くはないと思うんですけれども、違うかな、なんか昔の建物をなんか新しく復元して建て直したんだか、そのままのあれだったかな、結構歴史のあるデザインの建物ではあります。で我々が向かうのはその中央警察署の隣のブロックにあるところなんですけれども、ごめんなさい、この中央警察署のここ隣の隣でした、このビル、ここはですね、北家老さん札幌本館で18時までやっていて、ごめんなさい、カフェはですね5時閉まりだ。こちらの北家老の札幌本館、もともとは大正15年1926年に北海道庁立図書館として作られたものなんです。それがいろいろと時代を経て、ここ最近はお菓子の北家老さんの札幌本館として使われるようになったという、そういう経緯があります。でですね、ここのカフェで何か食べようと思ったんですけれども、レストランが5時閉まりということはちょっと私はチェック不足だったもので、今日はここで何か食べるということはしませんけれども、でもせっかく来ましたからね、北家老のなんかお菓子をちょっと買っていきましょうか。いや、買いましたよ、521円分。袋代込みですけど、袋代プラスして521円分買いました。なんか2階にカフェがあって、その2階のカフェのところで、スイーツの他にも、スパゲティと、それからオムライスとカレーライス。カレーライスはなんかホタテが入ってるらしいです。そういうのをいただくこともできるようです。カフェのやってる時間に今度この辺来れたら、ちょっと来てまた食事してみたいですね。で、これでスイーツをちょっと買ったんで、それに、じゃあちょっと今日夕飯も豪勢に何か、美味しいもんでも食べて
まあ、そしてお風呂に入って入ろうかなと思います。あ、ちなみにここ北駅場の駐車場につながる道なんですけれども、駐車場の前に地下通路があるんですよね。でここを右の方にさらに降りていくと駐車場で、左の方にそれると地下歩道があります。でそこは時間が5時49分になりました。先日まではここで雪まつりが行われていましたけれども、もうすっかりね取り崩されてしまいまして、で中に入ることはちょっと今できないんですよね。お向かいの4丁目もあの雪像は何だったかな、もうここもすっかり取り崩されて、まあ、ただの山になってしまったという感じです。もちろん4丁目ももう入ることはできません。ある程度雪が溶けて春になればまた大通公園に入ることはできると思うんですけどね。そして駅前通りのホワイトイルミネーションも雪まつりと同時に終わってしまいました。まあ、ただね、一番最初に歩いたあの道庁の前の赤レンガプラザとか、それから札幌駅の南口、そして南一条通りではまだ3月の11だか14ぐらいまではまだイルミネーション点灯してますので、まだまだ楽しむことができるっちゃできます。まあ、ということで本日の明治安田生命ビルの温度計マイナス4度で、甘いものもたしなんだところで、まあ、ちょっとここらで夕飯でも食べようかなと思います。まあ、今日はですね、ちょっと先日行こうと思って行きそびれたスシローさんでお寿司でも食べようかなというふうに思っているんですけれども、今日はどうでしょうかね。混んでなければいいんですけれども、でこちらの明治安田生命ビルのところから入ることができる出入り口があるんです。13番出入り口、大通り駅。よくよく考えたらここから入ったことないんじゃないかなと思うんですけども、まあ三越のところです。三越の奥の方ですけども、よいしょ、どの辺に出るんだろう、あの瑞穂銀行のところですね。瑞穂銀行のところに出るみたいな。パルコの8階にあるスシローさんに行ってみましょうか。今日混んでなければいいんですけれども、結構贅沢にお寿司も食べさせていただきました。いやいいですね、ありがとうございます。本当に時間が8時13分になりました。なんか雪がさっきより結構強めに降ってるかなという感じです。まあこれぐらいは大した雪じゃないですけど、ね、もしかしたらちょっと夜中積もって電車とか次の日に、まあ、遅れたり止まったりするかもしれないかなというところでしょうか。ただ一応びっくりするほどの雪ではないっていうことだけ言ってきます、この辺の人には。で気温がマイナス4度で、まあ、寒いっちゃ寒いかなっていうぐらいですね。スイーツもいただきましたし、お寿司もしっかり食べさせていただきましたし、まあ、最高のバレンタインを味わわせていただきました。本当ありがとうございます。あとはお風呂に入って帰ろうかなと思います。で、まあ、お風呂もせっかくだからいつもと違ってちょっといいところに入ろうかなって考えたんですけれども、まあ、結局交通の便とかのことを考えると駅地下の、まあ、駅から歩いてすぐの、まあ、いつものお風呂、まあ、3つあるんですけどね、まあ、総園と苗穂と南郷13丁目と、まあ、この辺ぐらいだったらば駅からちょっと歩けばもうすぐにお風呂に行けるんで、そんなに体を冷やすことなくお風呂入ることができるんですけども、まあ、それのうちのいずれかに入って普通に帰ろうかなと思います。
時間がおおよそ9時20分札幌駅南口はまだホワイトイルミネーションやっております。現在の気温がマイナス6でちょっと冷えてきましたね。早いところお風呂に入って温まってそれで家に帰りたいと思います。ということで桃園駅に到着しましたが雪が相変わらず降っております。こんな感じで明日の朝なんかいい感じに積もりそうですね。ということで北の玉浦さんこれ結構空いてるんですよね。朝の7時から夜の1時で食べるところもここ結構遅い時間まで空いてるのでどうしようかな、まあ、とりあえずまずはとにかくお風呂に入りますよね。ということでお風呂さっぱりいたしました。食事の受付は22時30分まででした。でその後はなんかジュースとかソフトクリームとかそういった軽食系はまだ頼めるんですけれども、まあ、お食事系はちょっと早めにクローズするという形でしたね、まあ、それはともかくなんですけれども雪はもう相変わらず結構降ってますね。これちょっと明日の朝はどうなるかどうかな、まあまあ積もるんじゃないかなと思います。なんか思いっきり積もるかどうかはともかくそれなりには積もるんじゃないかなというところですね、まあ、今こんな感じですからね。よいしょ、まあ、これぐらい積もってると思っていただければと思います。ということで今日は視聴者さんからスパチャをねバレンタインということでいただきましたので、まあ、そのいただいたまあまあ長くのスパチャをちょっと有効に使わせていただきまして、まあ、1日遅れのバレンタインを楽しませていただくことにいたしました、まあ、甘いものを食べてお寿司を食べて、まあ、そしてお風呂に入るというね感じで今日はちょっと満喫させていただきました。スパチャしていただいた方どうもありがとうございました。では今日はここまでにしたいと思います。本日もご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。どうもありがとうございました。おやすみなさい。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、ブログサイトタロ散歩&雑学カフェもやっていますのでぜひ登録してください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。通知もオンにしてね。